あ、どうもね、今日の朝の特設面です。札幌市場のソラーレンです。どうかどうか、明るくなってきたからね。もういいね、明るくなってきたんで。うまいよな、ラーメン。札幌市場最高。さっきスパーシーコーヒー飲んだ後、置いて水足して、やっぱ布一枚あるとあったけえな。でもこん中マイナス2度ぐらいだからマイナス2度でもね、外はマイナス16度とかだから全然あったかいわけね、体感でね。うわ、だトイレ行った時に本当ね、寒いんだけどね、トイレ行くとこのこのペラペラの中があったかく感じる。外はマイナス16とか18だからさ、氷点下でもマイナス2、3度だから、こんな感じだから、トイレ行った後帰ってくると あったかいなと思うよ、本当。ああ、うまいね。最後だ、札幌市場は。もうこれでライム全部だ、持ってきたの。あとはインスタントコーヒーが1杯分かな、ね。今日下段だからどうせね。うめえよ。そうだ、風貌か。本当は中でバーナー使いたかったけどさ、バーナーこのシルター狭いからさ、下にマッチ平らなとこなくてさ、できないんだよな。平らなとこがあれば中でもできるんだけどね。次さ、全然ペースなくて。でも飛ばされないでよかったよ。今回雪がないね。あれこの間天皇誕生日の時だっけ、あの日は朝うっすらと雪があったけどさ、全然ない。今回降んなかったんだな。
してきたからね。よくスマホちょっと入れちゃった、うん、いいっすか、でもお茶の水にちょっとお腹すくんだよね。朝早いからさ、山の時はさ、ね、お茶の水の駅に作ろう。なんかこうなっちゃうんだよな、あれ。おいしくいただきました。さて、これにお湯入れてもう一杯、最後のスパイシーコーヒー飲もうか。スパイシーコーヒー、うん、なんかあーでも外の景色は綺麗だけど寒いからすぐ冷える。外の景色綺麗だけど寒い、強くて、でもうちょっと吐き気になればね、日差しも出てきて寒いんだろうね。まだね、もうちょっと中入れてばな。外の景色綺麗なんだけどね、うん、外の景色綺麗なんだけど、こんなんでいいけどね、寒いんで閉める。寒いんで、よっしゃ、布一枚着ればあったかいやつ、この田舎なんか、マイナス20度だもんな。やっぱ寒いだろ。前回20度いかなかった、やっぱ当然って感じでね。前回前10度も行かなかったかな、選手がね。やっぱ寒波の影響なんだろうな、これな。20度行ってるってことはな。面白いね、でも今回、昨日も低いんだけど、今回この周り、石尾根のところ雪は全然ないよね。月曜はね、ほんと雪あったんだよ、うっすらとさ、雪化粧してたんだけどね、全然ない。今回はね、うん、今、フェルトの中か、一応。やっぱあったかい中は、マイナス8度ぐらいだ。あーって、あと10度以上だから。なんかね、そうだな。また再び最後の水だと思うんで、最後結局おむすび1個だけ残ったらね、どうぞまた持って帰ろう。それは1個だけこれ飲んでスパイシーコーヒーにして
洋食行きだからこれ飲んじゃうね、うん、じゃあそれでおしまい。あ、持って帰るのは味噌汁の魚介とかから味噌汁とおむすび冷凍して持ってきて4つ、4つ持ってきたんだよね、そのうち1個。まあそれで、まあでも今回そんな持ち帰りが少なくてよかったね。ちょっと持ってきすぎちゃうんだよ、もう持ってきすぎちゃって思ってさ。でも今回考えて、なんかね、最後の今からそうか、コーヒー一杯分ぐらいはあるから。でもこれダメね、口のところが脆いから横にすると水漏れちゃうんだよね。これは失敗した、このやつ。でも外出しておいてさ、まあ凍ってもしょうがないと思うけど、そうしたら漏れちゃうんだもんな、これ。この口が伸びてしまうもんな。普通のペットボトルで良かったな。普通のペットボトルだったら、それで漏れないもん、どうしてもな。ワンを飲むときに漏れてきちゃって。もう寒い、70度ぐらいもうさ、止めてたもん、水。やっぱり7つ、普段、去年は7つ以上水出してたけどさ、断水、あれ、凍結のためにするから、止まってたんで、水まで汲んできて、寒波の影響だろうね。通常暖かければさ、今の12月の末でもね、7つ以上水止まらないからな。ここだな、どうぞ。じゃあ、スタンシーコーヒーもう一杯飲んでしまう。タレがなくなるコーヒーもガスんで、お湯もガスんで、火つけてから。まだ2回6時回ったばかだからな、寒くて当然だ。胡椒と、ナツメギ。で、まあいろいろ、ひとものも入れてもいいけどね、もうこれナツメギと一緒だから。うん。でさ、小型のミル持ち歩いてるけど、僕そんなもんねえから。なんかこのスパイシーコーヒーなんで、久々コショウ買ってね、コショウだけあんのもいいな。でも塩コショウのバッグ買ってたからさ、マリアージュする分にはあんだ、塩コショウで。こういうもの買うんだよね。コショウ、ほんとコショウだけ久々買った、このスパイシーコーヒーやるんでってんで。でもこれ夜間みたいにこれいいよ、穴開いてるからちょっと蓋を押さえればもう出るもんだ、これな。これもいいよ、トレッコ700ね、一人分のクッカーとしてね、まあね、ちょうどいい。まあ深いからね、炒め物もできないからね。炒め物したいクッカーだったらパーソナルクッカーがいいなら、浅いやつね。あれは結構浅めだからさ。そういう炒め物。最後のコーヒー飲みます。シナモンじゃないか、ナツメグとコショウを入れたら、
を食べます。よいしょ。寒いから余計湯気が目指す。香りがいいや、やっぱスパイシーの。はい、乾杯。ナツメグってなかなかいいんだこれね。生姜系なんだろうな、ナツメグって。僕も片付けだから最後がもう今日このシェルターで、その前のやっぱなんか片付けて、今度はペットボトルに水入れてこれ。冬場はさ、そうしようね。冬場はそうしようね。ペットボトル夏場だったらね、水が大丈夫だけどね、ペットボトル500で4本ぐらいで、あれで5、4、100円がダメだよ。こうするとさ、口からさ水出ちゃうんだもんな、これ。まあ100円だからしょうがないんだろうけどな。100円でいいかなと思って買ったんだけどな、750入るです。横にするとさ、下のとこが出んだん水だな。確認したけど、それ以上しまうんで、絶対そういう作りなんだろうな。まあ物によってだろうね、100円ショップだからさ。物によってはさ、そうで、いい、ちゃんと漏れないのもあるんだと思うんだよ。その辺がやっぱずさんなんだ、100円はな。やっぱり一個一個、個体差なんだろうな。昨日は7手順ぐらいで驚いちゃった。ちょっと横に出る水から漏れてんだもんな。でもあれだからしょうがないから、ずっと朝凍らせてもいいやと外に置いといた。本当は寝袋の中に一緒に入れたんだけど、入れないと凍っちゃうからさ。でもしょうがないな、入れたら横にしたらこぼれちゃうから。ビーパルの付録のあれは漏らないからさ、あれは中に入れて、あの水を少し朝温めて氷の中に入れて溶かしてやったらね。最近私だったけど、無事に過ごせた。まあ、ラジオは寂しいけどね。今日は夜が月、火曜だからさ、生島さんなんかやってんだろうけど、今日は今回ラジオ忘れちゃったから、何もないや、ね、帰ったら聞こう、ラジオ。ほぼ3日ぶりのラジオだ。でも山だからね。でも昨日はね、ほんと、昨日ここ、朝、奈良通信出てさ、ここで昼ちょっと待ってて、ラーメンやなんか食って水汲んできた後、山頂まで行って戻ってきて、ね、美味しくてなんだ。あー、山頂が。まあ別にご来光は見たいと思わないんで、別に一回行け。今日珍しい、今回行った山頂一回、ね、去年の夏行ったんで、お盆休みの時に思って、その後は全部ここのテント場で一泊して起きるだけで、テントワークしたくて来たから、朝こもとるかな。山頂はそれほど愛着ないわけでも、もともとテントワークできる場所はないかなって探したら、山小屋のテント場っていうのがあったんでね。それでこもとるさん登るようになったからね。まあ山頂はまあ 何度か登ればいいやって感じで、前から登らなくてもいいやとか。でも今回は登ってみたい、久々に。
そうなんだ、もっと大きくのちょうどいいかもしれないな、そこね。散々のお金も投げさ。あれ、テントが下の方だからね。素晴らしいコーヒーをおいしくいただきました。食べ終わった。風強い、あこんなペラペラだけどねこのペラペラの息もあるだけで、そうそう、10度以上違うからね、うん、ここがマイナス2度ぐらいでも外はマイナス18度とかだが、すごいなと思って、ね、布ってさ、息前で思うだけでも全然温度違うもん。あでもこれちょっと小さかったな、やっぱな、これね、コンパクトで白いゲームの簡単だけど、まだツエルトの方がいいね。ツエルトはさ、あれ両方にポールがあるからさ、全部高さもあるからさ、こっち側だけなんだよね、高さの、ね、向こうはさ、もう寝るだけの低いからさ、だから、ね、ツエルトだったら両方高いんで、まあこうやって中で、ただまあ基本的に行けないけどね、やる頃ね、見た気がさ、でもやる場合でもどこでもやりやすいわけね。うん、この BB シェルターはさ、この辺の高さがあるのは前半分前だけだから、後ろは低いんでね、まあ寝る分ね、そんな感じでも前だけでもあるからさ、普通にしゃがんでこんだけの高さあるんで、なんとかこのできますね、うん、荷物あるとなかなかそれも狭いけど、でもうん、夏場だったらまあいいんだね、夏場荷物少なくて済むもんね、はあ、うん、よかったよかった、うまかった、おいしくいただいた、あとこの後片付けて帰りますんでね、また。